健康生活チャンネル。このチャンネルでは健康についてお悩みのあなたに健康な生活を送ることのできる体づくりのための方法などをお伝えします。はい、都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、回復食4日目ということでですね、私は昨日回復食4日目で、今日はもう回復食を終えたところです。終えた朝ですね、になります。昨日はですね、回復食4日目ということで、魚とかも、まあ、お肉もですけど解禁になりますので、昨日はですね、早速ずっとお魚食べたいなと思っていたので、サバをですね、塩焼きをいただきました。すごく久しぶりに食べたのですごく美味しかったですね。で、今日はですね、今回は、太らない食べ方と痩せ体質作りというお話をさせていただきたいと思います。この動画を見ていただくことでですね、太りやすい食べ方と太りにくい食べ方を理解できますので、あなたの体重をですね、これからコントロール、あなた自身がですね、体重をコントロールできるようになっていきます。私もですね、この方法を知ってからは体重が大きく増えるということはなくなりましたので、これは非常に有用な、方法だと言えます。一般的にですね、太る食べ方というのは、1日の消費カロリーを、摂取カロリーが上回った場合だというふうに認識されていることが多いんですけれども、実は食べ方にもコツがあるんですね。あまり知られていない事実なんですが、それはですね、余った糖質が脂肪に変わるということなんです。例えばチョコレートとか、ケーキとかですね、などを食べ過ぎると当然太りますよね。ですがそれはですね、カロリーの問題などではなくて、チョコレートとかケーキに含まれている糖質の量が原因になっているんです。甘いもの、つまり糖質の高いものを取った時ですね、血液中の糖の数値っていうのが上がってきます。それが高血糖の状態、血糖が高い状態になります。これが、血糖値が上がった状態ですよね。血糖値が上がりすぎると様々な悪影響がありますので、人間の体っていうのは自動的に血糖値を下げようとします。その血糖値を下げる働きをするのが、膵臓から出されるホルモン、インスリンですね。インスリンというのはですね、糖尿病の方が注射するお薬として知っている方も、多いとは思います。このインスリンというのはですね、糖尿病の方だけではなくて、誰でも、日頃からその出ているホルモン、使っているホルモンなんですね。このインスリンですが、血糖値を下げる働きをしてくれますが、同時にですね、もう一つ働きがあります。それは、血液中の糖分を脂肪に変えて、体に溜め込む働きをするということなんですね。ですから、インスリンがですね、大量に出てしまうと、同時にですね、大量の糖質を脂肪に変えて、蓄えてしまうため、太ってしまうということになるんですね。インスリンがどのくらいの量出てくるかっていうのは、血糖値によって左右されていきます。血糖値が高ければ高いほど大量にインスリンが必要になりますので、大量にインスリンが放出されて、やっぱり脂肪に変わってしまいますし、逆にですね、血糖値が高くならなければそれでもそのインスリンっていうのは必要量出るんですが、過剰にですね、分泌されすぎるっていうことはなくなるんですよね。つまり、インスリンをできるだけ出さないような食べ方をすること、インスリンの量をコントロールする食べ方をすることが、それを習慣化することがですね、太らないため、痩せ体質を作るために必要になります。逆にですね、血糖値が上がりにくいように、インスリンを、大量に出さないような、出にくいような食習慣を作るとですね、自然と痩せていく、痩せ体質を作ることができるんですね。まあ、ですから、その血糖値を急に上げないためにですね、いきなり血糖値の高い、上げすぎるものを取らないことが重要になります。さっき言ったようなチョコレートとかケーキとかもそうなんですけれども、例えば菓子パンもですね、血糖値をものすごく上げてしまうんですよね。あとは、白米ですね。白米もですね、もう精製されたもの、完全な白米、玄米とか五分付き米ではなくて、完全に精米された白米はですね、また糖質を急に上げてしまいますので、空腹時にいきなり白米っていうのは、血糖値的にはあまり良くないんですよね。やっぱり太りやすくなってしまいます。ですから、その糖質の高いもの、ケーキとかチョコレートとか、あるいは、パン類とか、白米ですね、っていうものは、空腹時にいきなり取るっていうのは控えてもらった方がいいです。はい、今回はですね、太らない食べ方と痩せ体質作りというお話をさせていただきました。もしファスティングにご興味のある方はですね、下の説明欄にホームページのリンクを貼り付けておきますので、そちらから、
ホームページをご確認ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画が欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。